皆さんこんにちは、タイプです。本日は東日本大震災より10年が経ちました。まずは10年前犠牲になった方々、そのご遺族の皆様に深くお悔やみ申し上げます。そして被害に遭われた皆様にも心よりお見舞い申し上げます。今日は東日本大震災から10年、この10年を振り返る特別ラジオを行いたいと思います。2011年3月11日午後2時46分、東北は大きな地震に見舞われました。揺れはもちろん、津波により家屋などが倒壊し、物は流され、当時小2、4月から小3になる僕はニュースのワイドショーなどで映像を見て驚きを隠せませんでした。そしてその震災から10年、10年経った今、何ができるでしょうか。東日本大震災の被災地東北の現状を今皆さんは知っていますか。自分たちがこの大地震のような被害を受けた時、きちんとした対応ができますか。東日本大震災より学べること、勉強できること、活かせること、山ほどあるはずです。また10年経った今でも行方不明の方は数多くいます。生活が元通りではない方もたくさんいらっしゃいます。一方では10年を目前とした今、身元が判明したご遺体もあります。ここで実際に被害を受けた被災者の方の声というものを読んでいきたいと思います。今から読む内容は一応サイトのもの見つけたものですので、気になった方は実際に下にリンク貼ってますので、ご自身の目でお読みになっていただきたいと思います。地震があった時は自宅にいましたが、正直津波は来ないと思いました。でも20分くらいしたら消防や警察の人が来て、避難してくださいと呼びかけていたので、近くのお年寄りを3人連れて公民館に向かいました。それから2回津波が来て、その後自宅に戻ってみたのですが、途中で自宅じゃないところに自分の車があったのを見つけました。なんでうちの車がと思いましたが、津波で流されてきたんですね。とんでもないことだと思いました。その後は実は避難所には行かず、自宅の2階で生活していました。1階はひどいありさまでしたが、2階はなんとか住める状態だったのでずっとそこにいました。公民館が避難所になっていて、他の町内の皆さんや関係者の方々が動いてくださいました。避難所の運営を私たちに任せて、沿岸の町内は自分たちのことを優先してくれと言ってくださったのはとてもありがたいことでした。家の片付けから始めましたが、とても大変でした。石炭や土のうがたくさん必要だったのですが、市に電話しても取りに来てくださいとのこと。集めて管理している長根運動公園まで行くのは一苦労です。しかも長根に行ったら朝の8時半まで誰もおらず、職員が連れてきました。非常にがっかりして憤慨しました。もう少し被災者のことを考えていてほしかったですね。危機管理の体制がちゃんとできていないとも感じました。避難所には後でいろいろな物資が届きましたが、避難所に来れない人もたくさんいたと思います。自宅や地域の片付けを一生懸命にやってきた人たちには食事の支給などの支援がありませんでした。
ただ、ゴミの回収や側溝の泥上げなどの市の対応は素早かったと思います。地震をきっかけに町内の人たちの顔を覚えたといういい面もあります。今は防災への意識も高くなっていると思います。続いて、地震の時は友達の家に遊びに行っていました。すぐ自宅に戻りましたが、近所の方々が早く公民館に逃げた方がいいと伝えてくれたので、貴重品などを持って公民館に行きました。公民館に着いた時に津波が来たようです。私は津波の様子は見ていません。逃げるのに精一杯でした。今となれば津波を見なくてよかったと、そういうふうに思っています。避難所には大変お世話になりました。後で自宅に戻ってみましたが、ひどい荒れ様でした。片付けも大変でした。ボランティアの人にも手伝っていただきましたが、ほとんど一人でありました。今は別のところに住んでいますが、そこに引っ越すのが大変でした。荷物を持って何度も往復をしました。それから今のところには友達もいないので、誰かと話をする機会がなかなかありません。続いて、寝たきりの父がいたのでどうしようかと思いましたが、施設の方が来てくださったので助かりました。そのことで地域を見て回ることもできました。一番困ったのは停電でした。どこからも情報が入らない。防災無線もまるで役に立ちませんでした。ただ今でも様々な災害に遭っているので、何かあったらとにかく逃げるということにしていました。地域の方々たちもそうだったと思います。私が担当した避難所が解散になるまでの4日間、自宅には帰っていません。でも近所の方や知り合いの皆さんが自宅に来てくれて片付けてくれたそうです。本当にありがたいことでした。避難所に家族や親戚を訪ねてくる人もいましたが、正直誰が避難してきているか初めのうちは把握できず、何もお伝えすることができませんでした。後で名簿を貼り出そうとか話していましたが、人がいない家に空き巣が入ったりすることもあると聞いたので、何ともできませんでした。避難所はプライバシーもあまりないので、皆さんストレスが溜まっていたと思います。物資もたくさん届いて本当によくしてもらったと思いますが、あまりよくしてもらいすぎるとだんだんとあれもこれもというようになる雰囲気もありました。津波で流された道路を塞いでいた車があり、どうしようかと思っていたところにパトーカーが来たのですが、所有者の許可がないと手をつけられないと言われました。災害時なのでもう少し柔軟に対応できないかと感じました。ボランティアの方々に協力してもらって、ヘドロでひどい状況になっている地域の消毒作業をしました。大変喜ばれましたし、地域の人たちがその作業に携わっていたのはとてもいいことでした。最近新しい防災無線がつきましたが、今の場所では地域住民には聞こえないと思う。行政の話では海側の会社や工場で働いている人に聞こえるようにとのことで、住民はテレビやラジオの情報収集をとのことだった。もう少し地域の意見を聞いてから設置してほしかった。しっかり現場を見てほしいですね。地域には自主防災会がある。その活動をもう少し見直して、自分たちのことは自分たちで、必要があれば行政にお願いするという考えがなければいけないと思う。ただ今後災害があった時には、行政には地域にいち早く情報を流してほしいと思います。ということです。地域の住民の方々の助け合い、手を差し伸べ合い、非常に大切です。そういうことが伝わりましたし、一方で、警察、行政
の方々の対応が柔軟ではなかったという意見もありました。やっぱり体験というか、体験って言ったら良くないかもしれませんけれども、実際にその10年前経験した人だからこそ分かる、経験した人にしか分からない当時の現場の日常、当時の行動、数多くあると思います。そういった意見をまず知る、そしていつか我々が住んでいる地域、自分たちが住んでいる地域にも来るかもしれないということを頭に置きながら、柔軟に対応できるように、震災から学ぶ、実際の意見を知る、もちろん避難経路の確認、ハザードマップ、非常食、これらも大切なことだと思いますけれども、今言った震災から学ぶ、実際の被災者の方の意見を聞く、これも非常に重要なことなんではないかと僕は思います。普通に暮らせる日常、友達、家族が当たり前のようにいる日常に日々感謝を忘れず、今を生きる、明日は我が身、忘れてはいけない3.11。あれから僕たちは何かを信じてこれたかな、夜空の向こうにはもう明日が待っている。東日本大震災より5年が経ちましたが、まだ皆様からの応援が必要です。支援金の受付につきましては、東日本大震災復興支援財団のホームページをご覧ください。そして平成28年熊本地震により被害に遭われた方々に心よりお見舞い申し上げます。こちらも義援金の受付を行っております。よろしくお願いします。